はい、どうもシスです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はこちらヨッチャンのアカウントなんですけど、はい、久しぶりに、はい、エリゴレデッキやっていきたいと思います。基本的にはこのスケキンエリゴレは、まあ、両サイドを攻めるといったデッキなんですけど、まあ、なんでこのデッキにしたかというと、相手が、まあ、ボーラーとか、まあ、そういった、まあ、ユニットがある以上、結構こう、固め出しで、そうですね、まあ、形組む、まあ、エリゴレデッキに関しては結構もう致命傷なので、まあ、それだったらまあ、こういった、まあ、両サイド攻めの方がいいのかなといった感じで、まあ、このデッキにした感じですね。まあ、ポンプ入ってるデッキは正直あんま好きじゃないんですけど、まあ、ただ、まあ、ラバデッキとか、まあ、ああいったデッキがもう すごい減ったので、まあ、全然これでもいいのかなといった感じですね。はい、じゃあ早速リプレイ解説やっていきたいと思います。まず最初はこれはスケキンロイジャイですね。はい、基本的な立ち回りなんですけど、まあ、これはそうですね、まあ、両サイド攻めるデッキなので、まあ、エリゴレダクネ、まずこの、2点セット組んであげてからの、逆サイドスケキンで、まあ、バーバリアンに、まあ、バーバリアンもセパレートで出すんですけど、スケキン側の方に、3体で、エリゴレダクネの方に2体、まあ、このように、散らばしてあげると、まあ、バランスよくいい両サイド攻めができるのかなといった感じですね。はい、相手これクエイク打ってくれたので、まあ、めちゃくちゃ、はい、ありがたかったです。でもうクエイク入ってたらもう最初ホグデッキかなと思ったんですけど、まあ、まさかのロイジャイデッキでしたね。もう今そうですね、ロイジャイデッキは、まあ、あんまり環境的に良くない気がするんですけど、まあ、ただリトルプリンスが、まあ、下放されたおかげで、もしかしたらまた出てくるのかもしれないですね。で、まあこれは、はい、そうですね、まず形組んであげて、はい、そうですね、もう左側の、あ、ごめんなさい、スキキン側の方に、バーバリアン3体で、エリゴレ側の方に、バーバリアン2体で、今回ちょっとダクネがもう手札になかったので、もうダクネは、はい、出さずに、まあ、ギャング追加ですね。で、まあ、これちょっと美味しいことに、シンカーチャーとトリトン、これを巻き込んで処理することができたので、これは結構大きかったですね。まあ、上手い相手だったら、まあ、間違いなく、まあ、その、奥位置を離して出してたと思うんですけど、まあ、このまあ、レート帯だったら、まあ、多分おそらくそういうことはないと思うので、まあ、これはラッキーでしたね。結構ロイジャイデッキは、まあ、もう上手い人が使うのとそうじゃない人が使うのとでも全然もう全く別物なんで、まあ、基本的にはこちらがまあやることは同じなんですけど、やっぱり相手次第ではもう通るものも通らないです。はい、まあ、こんな感じですね。もううまいロイジャイ使う、基本的にまあそのトリトンの防衛の仕方がめちゃくちゃうまいので、結構そのトリトンでまあ、なんていうんでしょう、こう、まあ、エリゴレをまあ吸われて、それでキングキッドされてしまったりとかっていうのがあったりするので、まあ、今回はまあたまたまうまくいきましたね。はい、次がジャイスケラなんですけど、まあ、なんせ、はい、ボーラー持ってるので相手、まあ、基本的にはもうまあ、両サイドを攻める、まあ、それは変わんないんですけど、まあ、ギャング追加ですね。例えばの話、まあ、こっちがエリゴレダクネ、まあ、組んだ時に相手がまあボーラーとか出してきたら、もうその逆サイドにもうギャングフルブッパした方がいいですね。でもボーラー自体はそこまで火力はないので、もう全然タワーで許容してもらっても全然 OK です。まあ、これ相手がもうすぐボーラー切ってきたので、まあ、ここは、はい、チャンスですね。で、まあ、ここ運が良かったのは、もうこのスケキンエリゴレの、まあ、あ、ごめんなさい、スケルトンキングのスキルで、まあ、ボーラー処理できたことです。これそうですね、もうボーラー切ったので、もう一回これエリゴレ行きたかったんですけど、まあ、これちょっと落ち着きましたね。
もしあのポンプ型じゃなかったら、全然今のあのエリゴレ展開しても OK ですね。まあ、ただちょっとこのポンプの位置はあんまりスケラー相手には良くないですね。結構このスケルトンラッシュ撃たれたら、これ巻き込まれちゃってポンプ速攻破壊されてしまうので、まあ、この位置は良くないです。まあ、キングタワーの、まあ、上に置いてあげるのが今一番理想ですね。はい、この攻めも同じですね。基本的に、はい、これである程度形組んで、相手がまあボーラー、はい、今回左側に出してきたので、まあ、右にギャング追加。まあ、やることは、はい、簡単ですね。もう右側は全然、はい、もう守られてもいいです。まあ、最後ちょっとこれお散歩させて時間稼ぎなんですけど、はい、まあ、これでGGですね。まあ見ていただいて、まあ、分かる通り、もうやることはもう本当に簡単なので、まあ、それでも通んなかったらもう通んないで、しっかり諦めてもらうことがまあ大事ですね。まあ、自分が、まあ、そうですね、まあ、こう学生の人とかだったら結構時間あり余ってると思うんですけど、まあ、社会人とかでこう、まあ、ちょっと仕事疲れて、まあ、それでまあ軽くやりたいっていう時だったら結構このデッキはおすすめかもしれないです。もうなんせ本当に楽なので、もうやり方さえ分かっていれば本当に楽です。はい、で相手これまずまあ、スパーキーなんですけど、まあ、スパーキーに対してはもう相手の陣地にいる間はもう何にもできないので、まあ、しっかりこれは、まあ、今回まあポンプを置いたんですけど、でこれでまずまあ、大事なことは、まず、これ、まあ、左サイドまずしっかりエリゴレダクネ形組んでからの、まあ、ここですね。これスパーキー1回ターゲットを取らせてからのバーバリアン、まあ、こうするとキングまでは、はい、折れないので、まあ、この攻めは、はい、まあ、相手にとっては、まあ、あんまり良くないものとなっちゃいましたね。まあ、自分が例えばの話、まあ、めちゃくちゃ高回転なデッキ使って、1個落とされたら、まあ、すごい痛いんですけど、まあ、エリゴレデッキに関しては全然そんなことないので、まあ、なんならタワー捨ててもらって、その分、まあ、2個折ってあげる。まあ、そんなイメージですね。でもこうなった以上は、まあ、ちょっとキングこれタワーを受けるのはちょっともったいないので、もうエリゴレでまあ防衛、本当にこうもうめちゃくちゃまあ防衛する気満々だったら、まあ、エリゴレを一回ターゲット取らせてからのまあバーバリアンでもいいですね。はい、まずこれ一発撃たせてからのまあバーバリアン。はい、これで OK ですね。まあ、ババアがなかったらギャングでもいいです。まあ、ちょっと火力は足んないんですけど、まあ、全然 OK ですね。処理できたら。はい、これで OK ですね。まあ、そうですね。まあ、スキキンエリオレ、まあ、結構懐かしいんですけど、まあ、でも、まあ、たまに使うぐらいだったら全然いいんじゃないですかね。もう本当にこう、勝ちたいっていう時だったら、もうシンプルに、まあ、自分の場合だったら、まあ、エレジャイ使ってる方が楽なんですけど、まあ、たまに遊ぶぐらいだったら全然このデッキでも OK なのかなといった感じですね。は
はい、今日の動画は以上になります。また、そうですね、マルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。